それでは、ご参加いただいている、政党代表の皆さんにご挨拶いただきたいと思います。まず民主党代表代行の長妻昭さん、よろしくお願いします。日本を憂える皆さん、こんにちは。民主党代表代行の長妻昭でございます。連日安全保障特別委員会、私もメンバーでございまして頑張っております。こちらには辻元清美さんもおられて大活躍。民主党は7人の特別委員会のメンバーで今徹底的に審議をしているところであります。今世界の情勢が変わりつつある。日本を取り巻く環境も変わりつつある。我々もそう感じております。だから自衛隊法を改正をしていく、領域の警備を万全にしていく、こういうような法改正は我々も必要だと考えております。ただだからといって地球の裏側まで要件が整えば自衛隊と米軍が武力行使をできる、集団的自衛権を際限なく行使できるというのはどう考えてもおかしいと、我々はそう考えているところでございます。一つは政策論としても、果たして政府は集団的自衛権歯止めはきちっとあると言っておりますけれども、我々が国会質疑で確認した限りは歯止めはほとんどありません。そしてもう一つ、自民党は安全保障政策は政治家が政策で決める、本人おっしゃってる。私はその前提を忘れてるんじゃないのか。憲法の範囲内で政治家が決めるんです。憲法の範囲を超えて政治家は法律を制定しちゃいけない、それでも分かることだ。そして私が非常にこれは悪しき前例を作りたくないと思っておりますのは砂川判決でございます。東京立川市の砂川で起こった事件、昭和34年でございますけれども、あの判決は米軍駐留が憲法9条第2項に該当する戦力となるのかどうかが争われたわけで、米軍基地は戦力とは見なさない、合憲である。これが判決の全てであります。どこをどう読んでも集団的自衛権の行使容認を我が国が認めている、そういうことは読めません。この砂川判決を錦の御旗として唯一の最高裁の判決だ、これが目に通らぬか、こういうような言い方で政府自民党は憲法に合憲である、こういうことをおっしゃってる。しかしこれは皆さんもネット上で砂川判決ご覧いただくと、そういう趣旨の判決ではありません。これを撤回をさせる、砂川判決を前例として持ち出すことに、私は前例となることが将来の日本に禍根を残すというふうに強く感じておりますので、皆様と共にこういうおかしな解釈は撤回させないといけないと思います。そしてもう一つは、後半戦で安保法制の議論でやっていきたいと思いますのは、自衛隊の最高指揮官は誰か、その最高指揮官にその資質ありやなしやということなんです。自衛隊の最高指揮官は皆さんご存知ですか、安倍総理大臣そのものであります。戦争、間違えた戦争をするかしないかはその最高指揮官が防衛出動を命令するわけでありますから、70年前の戦争の反省や教訓を正しく胸に刻んでるか否かによって、間違えた戦争をするかしないか、この資質も大きくこれ問わなきゃいけないと思っております。日本は先の昭和の戦争、15年戦争と言われるその始まりは柳条港事件、南満州鉄道爆破事件、謀略でした。ほとんどの新聞記者は謀略に気づいていたけれども報道しなかった。日本国民は戦争が終わってから初めて謀略に気づいた。
そして満州事変が起こった。昭和8年の4月から日本の教科書がどん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 軍国化していった。昭和8年に国際連盟を脱退した。どん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 坂をから転げ落ちるように日本が安定していったわけであります。日本という国は情報を制限をして空気さえ作り上げれば皆様をぐーっと一つの方向に持っていくことができる。70年前の戦争の反省です。ポイントオブノーリターンという言葉があります。この時点まで地点まで行くともうどうあがいても後戻りできない地点がある。私はその地点に近づいているんじゃないか、強い危機感を持っております。ぜひ皆様と共にこの安保法制をもう一度出し直させる、そして憲法に合憲だというような砂川判決を持ち出していることを撤回させる、そしてやはり人道支援、そして日本の周辺は現実的に、遠くは抑制的にという我々の政策をもう一度政府にぶつけていく、まあ、そういうことで皆様と共に日本がおかしくならないように戦っていきたいというふうに考えております。ぜひ明日もまた午前10時から5時まで安保法制の委員会が開かれます。おかしな答弁があればきちっとそれを訂正させて止めていく、まあ、こういうようなことで一歩一歩この法案のおかしさを世の中に明らかにしていきたいと考えておりますので、皆様からのご意見ご指導もいただければと思います。どうもありがとうございました。大変正門前は混み合っているんですけれども、まだまだ少し空いているところありますので、これから国会合意行動を行っていきたいと思っています。皆様どうか、空いているところに、探していってください。一つのところに固まらずどん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 流れてください。今来られている方はぜひ眺めてください。よろしくお願いします。続きまして、日本共産党委員長志位和夫さん、こんにちは。共産党の志位和夫です。今日は宮本総理も一緒に駆けつけました。よろしくお願いいたします。私は潮目が変わりつつあると思います。憲法審査会で3名の憲法学者全員が戦争法案は違憲だと言ったじゃありませんか。憲法を変えるために作った憲法審査会が戦争法案を進める一番の障壁になっているというのは痛快な話ではありませんか。私は国会論戦を通じてこの戦争法案、憲法9条を壊す3つの大問題があることがはっきりしたと考えております。第一は皆さん、アメリカがアフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争に乗り出した際に、自衛隊がこれまで戦闘地域とされていたところまで行って後方支援と言われる兵隊をやるってことです。私、国会で追及しました。戦闘地域まで行ったら相手の攻撃を受けることになりますね。首相を撃ちましたよ。攻撃されたら武器の使用をすることになりますね。これも首相は認めました。しかし皆さん、外に自衛隊が武器の使用をすれば相手方はさらに反撃する、そこで戦闘になるじゃありませんか。憲法9条が禁止した武力の行使そのものではありませんか。第二に皆さん、 PKO 法改定というのが大変な癖物なんです。 PKO とは全然別の新しい活動を作り上げて、形式上停戦合意ができているけども、なお戦乱が続いているようなところに自衛隊を反映して治安維持活動に取り組ませる、そういう仕掛けを作ろうとしています。私がこんな仕掛けができたらアフガニスタンに展開
国際治安支援部隊挨拶のような活動に自衛隊が参加することができるんじゃないかと追及したところ、首相は否定しませんでしたよ。皆さん、大変重大です。挨拶は3500人もの戦死者を出しています。そしてこの活動は昨年12月で終わってるんですが、それに変えて RS 任務というのが始まっておりまして、42か国、1万人以上の兵士が参加しているんです。私はこの法案を取ったので、まずですね、アメリカは日本に対してアフガンの RS に参加しろ言ってくると思いますよ。その時に拒否できるでしょうか。できませんよ。自衛隊を戦地に送り殺し殺される、そんなことを絶対させちゃならないということをプロから伝えたいと思います。沖野さん、第三に集団的自衛権の問題です。いろんな議論されてますがね、一番の問題の核心は無法な戦争への参戦にあると思います。私はアメリカが先制攻撃の戦争をやった場合でも集団的自衛権を発動するんですが、政府に話しました。首相の答弁はね、違法な武力の行使をしている国を日本が支援することはありません。首相が一見首相の答弁した。しかし皆さん、問題はアメリカが違法な戦争をやったときに日本政府が違法と言えないことにあるんじゃないですか。戦後のアメリカは数限りない先制攻撃の無法な戦争をやっていくか、ベトナム戦争、イラク戦争、ところが皆さん、ただの一度もアメリカの戦争にノーと言えなかったのが日本政府じゃありませんか。こんな政権に集団的自衛権を与えることがどんなに危険か。アメリカの言われるままに無謀な先制攻撃の戦争でも参戦することになります。皆さん、日本を無法国家の仲間にさせるわけには断じていかないといけませんよ。戦いはこれからです。必ずこの戦後最悪の安倍政権による戦後最悪の戦争法案はみんなの力で廃案に追い込みましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、社会民主党の党首吉田忠智さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました社会民主党党首の吉田忠智でございます。戦争法案の廃案を求めて国会法案行動に参加の皆さんに心から敬意を表します。この法案行動に社民党から他に3名の国会議員役員が参加をしておりますので紹介いたします。福島水尾副党首であります。また一日幹事長です。吉川はじめ政策審議会長です。皆さん、あの憲法審査会の与党推薦の長谷部先生をはじめとして220人以上の憲法学者が、この戦争法案は憲法9条違反である、そのことを言いました。菅官房長官が合憲と名前を挙げた憲法学者わずか3人、憲法違反の戦争法案廃案を強く求めていきたいと思います。皆さん、この戦後70年間アメリカからたびたび不当な要求を突きつけられてきました。それを跳ねのけかわして、不戦国家平和国家として70年間維持し続けたのは、私たちの平和憲法を生かせ守れという運動だったんじゃありませんか。いくらデッテル張りと言われようと、
お花畑の議論と言われようと、私たちの行動がこの70年間平和を守り抜いた、そのことを皆さん噛み締めようじゃありませんか。今国会でリスクの議論が行われています。安倍総理、中谷大臣はこの前少し認めたようでありますけれども、ほとんどリスクが高まることを認めていない。どう考えても高まりますよ。集団的自衛権の行使は無制限、そして後方支援も非戦闘地域からその枠を広げていく、 PKO も治安維持活動までできるようになる、駆けつけ警護、武器使用を認める、このリスク高まることを認めない不誠実な安倍政権の対応に強く抗議をしなければならない。しかし皆さん、一番私たちが心配しなければならないのは、平和国家としての日本のブランドを傷つけられるこのリスクが一番問題なんですよ。皆さん、災害で PKO、NPO を一生懸命活動している方々、仕事をされている方々、国内もこれからリスクが高まる、それだけこの戦争法案は大きな問題があるわけであります。皆さん、4月27日2+2 日米ガイドラインの合意が行われました。そしてそのガイドラインの内容に沿って、この戦争法案、大きく2法案、11本の法案が作られている。安倍総理は米国議会でまだ法案も提出されていないのに、国会無視、国民無視の夏までに成立させる、そういう発言をしました。安倍総理自身もおそらくは政治生命が問われていると思います。しかし私たちにはこの平和国家日本を守っていく責任が問われています。戦争法案だけではありません。労働者派遣法の改悪、労働者オフルールの改悪、そしてあの原発事故の責任も取らずに原発を進めようとしている民意を無視した辺野古の新基地建設、皆さん、この安倍政権の国民に背を向けた政治そのものを止めていかなければなりません。この国会包囲行動、これを足掛かりに安倍政権打倒の罵りを上げるじゃありませんか。戦争を早く抜けて皆さん全力で戦っていきましょう。ありがとうございます。